仙台市図書館。仙台市図書館とは、仙台市立の7つの図書館の総称である。長い間、図書館法を受けて設立された市民図書館と宮城県図書館の二館体制が続いていたが、政令指定都市となった平成以降、立て続けに各区へ図書館が設置された。1989年から龍岡図書館を皮切りに電算化が進められ、縦断図書検索端末を設置。その後市民の要望により連携の強化が図られ、市立全図書館で利用者カードを統一した。全館で毎週水曜日に職員による子供向けの朗読会、お話し会を実施。児童書コーナーに床に座って鑑賞できる専用のコーナー、個室、お話の部屋、お話の家を用意している。さらに一部の図書館では乳児向けの朗読会も行っている。1998年10月には仙台都市圏公立図書館相互利用事業を開始し、多数の図書館を利用できるようになった。館外貸し出しを受けるには利用者登録が必要。登録できるのは仙台市に住居がある、もしくは仙台都市圏13市町村、塩釜市、名取市、多賀城市、岩沼市、渡里町、山本町、松島町、七ヶ浜町、利府、大和町、大里町、富谷町、大平村の住民であることが条件で、例外的に仙台市内に通学、通勤している場合にも認められるが、通学、通勤先の確認と登録が必要。いずれの場合でも、登録時に住民票、免許証、保険証、学生証といった公的機関発行の証明書が必要。なお、館内利用は一部を除き原則自由。2004年から利用者管理システムの共有を開始し、貸し出しや延滞の管理を一本化した。2007年9月末からはこのシステムにインターネットも組み込み、仙台市図書館のホームページから予約などが来るようになった。なお、この機能を利用するためには、各図書館、分室は除くで、使用開始の登録、パスワード発行が必要。2010年から3年ごとに利用者カードの更新処理が必要となり、2009年10月から窓口で受け付けられる。更新処理は新規登録と同じく居住地等の確認できる公的機関発行の証明が必要となる。仙台市民図書館は仙台市青葉区春日町 2-1 にある中央図書館である。仙台市都心部の仙台メディアテークの複合施設として3から4階と2階の一部に入居。メディアテークの内装、外装に合わせてモダンな作りの図書館となっているが、閲覧スペースが100万人都市の中央図書館としては少ないこと、閲覧スペースの利用可能時間が1回3時間であることが批判されている。児童書フロアが2階、一般書フロアが3階で、特に4階には強度、参考図書フロアとなっており、比較的豊富に配下されている。1960年、昭和35年4月から仙台市図書館の建設準備微調査を開始し、1962年、昭和37年10月に西公園内に開館した。その後長らく立地していたが、2001年1月のメディアテーク完成と同時に移転開館した。2011年、平成23年3月11日の東日本大震災の影響により、ガラスが割れるなどの建物被害、図書館資料散乱により4月9日の臨時窓口の開設まで休館となった。5月3日からは18時までではあるが運営を再開した。付近には仙台市営バス、メディアテーク前バス停がある。仙台市地下鉄南北線の高東大公園駅からは徒歩5分の場所に位置する。専用の駐車場はなく、地下に64台分の有料駐車場があるが、料金サービスなどは行っていない。駐輪場は100台分ある。青葉区西部にある広瀬文化センターと同居。雑誌から AV コーナーまでを一つのフロアに収めたコンパクトな作りとなっている。専用の駐車場はないが、宮城総合支所の駐車場が利用できる。指定管理者制度により、平成23年4月1日、平成28年3月31日まで、マルゼン株式会社が管理運営の契約を行っている。陸前原の町駅付近に建設された宮城野文化センターに入居。1990年から2012年までは UR 仙台原町市街地住宅の1から2階、旧仙台市役所投資所に所在していたが、同住宅の老朽化に伴う解体決定と、宮城野文化センターへの移転整備事業により2012年10月1日に、現在地にて移転開業した。仙台駅東口のビルパルシティ仙台4階に入居している街中の図書館。窓の少ないこじんまりとした構造。1991年、宮城野図書館の完成に合わせ、類似した名称の宮城野通り図書館から改名。指定管理者制度により、平成24年4月1日、平成29年3月31日まで、マルゼン株式会社が管理運営の契約を行っている。若林区文化センターと同居。交通の便は、決して良くないが、静かな図書館らしい環境の中にある。この場所は1989年に移転のため廃園となった洋酒園の跡地に建設された。平成27年4月1日より指定管理者制度により管理運営の予定。地下鉄町町駅から直結する大ハックルの1階と地下の一部に入居。八本松市民センターに分室を持つ。複合公共施設、ミルポート S の地下階から2階に入居している。泉中央駅から仙台スタジアムへと向かう通りに立地。以前は仙台市こども宇宙館 3.4 階も同居していたが、仙台市天文台の移転に伴い閉館され、2009年度に子ども図書室が増設された。仙台市に合併される以前の泉市時代、1978年。昭和53年に前身の泉市図書館が開館。仙台市と合併後、蔵書数の強化など、整理期間を経て1990年7月に仙台市泉図書館に改名。泉中央駅の開業と同時に下井坂から現在の場所へ移転した。泉区内に9の分室を持っている。市民図書館を差し置いて、市内一の蔵書数を誇っているが、閲覧スペースの受験勉強が禁止されており、取り締まりも厳しい。2009年の改築に伴い、駐車場が廃止となった。2011年3月11日発生した東日本大震災では、建物内部に大きな被害が発生して閉鎖され、正面玄関付近に臨時窓口を設けて本の貸し借りを行っていた。現在は復旧し、通常通り開館している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。